勢犠牲になっていながら誰も振り返ってはもらえないからね、日本人は見捨てられているというふうに思いますよ。たった親子3人なのに全部バラバラになっちゃう。梅子とかマツコの声を耳にし目にして、それに対する憐憫の情が全然わからない、不可能な。で、人間ってやっぱ恐ろしいもんだなと思う。それが先生。